小林一蔵夢と主演阿部定男キャスト奥田瑛二、滝本美織草刈正雄作品概要大正昭和時代に活躍した屈指のアイディアマン小林和美今日の阪急電鉄宝塚歌劇団東東方,東方プロ野球球団オリックスを設立するなどさまざまなビジネスを展開してきた 夢見ることにこだわり続けた彼のビジネスへの思いとは小林一三とは青年1873年1957年山梨県の商家の生まれ慶應義塾にて福沢諭吉から習い三井銀行に入行した1907年阪急電鉄の前身となる美濃有馬電気機動の専務となり 鉄道を中心としたビジネスモデルを構築していく駅ターミナルビルターミナルデパートを設立するなど今日まで続く私鉄経営モデルの原型を作り上げた他現在まで続く宝塚歌劇団の設立や東京宝塚現東宝プロ野球球団阪急ブレーブス現オリックスを設立するなどさまざまなビジネスを展開していた